マスダ・キートンは日本の俳優、昭和家を代表するコメディアンである。芸名のマスダ・キートンは三大喜劇王の一人、バスター・キートンの文字利。1909年9月11日、北海道町函館区青柳町に、藍津藩の武家上がりの土木受け負い業の家に生まれる。裕福な家で育つが、幼少事業が失敗し、父親が蒸発し、 母兄弟と共に貧しい生活を送る。その頃から、バスター・キートンらが主役を演じるアメリカの短編喜劇の無声映画が好きになる。1923年、北海道町立函館商業学校に入学する。トルストイを愛読し、小説家を志す一方、野球部に入り、頭角を表し、三類種として活躍し、北海中学校に引き抜かれる。卒業後、 箱館太陽クラブに入り、野球を続けるが、鈍足のため野球の道を諦める。1930年、小樽の五十嵐財閥経営の貿易会社に入社し、同系列資本の札幌の赤い風車レビュー団を手伝っていたが、翌年解散したので、上京し、吉本工業に入社し、加月劇場でショーに出演する。1936年、川田義尾、柴敏秀、 王やサブローと、呆れた、ボーイズを結成し、クラシック、ジャズから流行歌まで様々な替え歌や、ナンセンスギャグ、パロディなどで一世を風靡する。なお、芝俊秀とは、中学の同級生。呆れた、ボーイズでのマスダの得意技はヨーデルであった。1939年、一旦は、新興キネマ演芸部の引き抜きに応じ同社に、 移籍するが、結局信仰との契約を破棄し、呆れた、ボーイズを脱退する。第二次世界大戦中の1942年に、木村敬吾監督の、歌う、たぬき御殿に出演し、キートン割りの演技を披露した。マスダ・キートン一座を旗揚げするが大阪で、連合国軍機の空襲に遭い解散する。呆れた、ボーイズ時代戦後、1946年に、大谷三郎。 サザン・カキュアムと呆れたボーイズを再結成するが1951年に解散。その後映画を中心に活躍する。1957年に東方演劇部に入りミュージカルにも積極的に出演し、特にマイフェアレディのピカリング大佐役が知られる。また屋根の上のバイオリン弾きは1967年の初演以来907公演に 司祭役で出演し、代表作となった。1990年には、半世紀以上住んでいた台東区西浅草を離れ、函館へ永住帰郷した。その後も、舞台やテレビで活躍したものの、1993年12月1日、大腸がんのため、函館の病院で死去。84歳房打戦争時境内の喜劇人の日にその名を残す。筆豆で、 知られ、エッセイ集や短編小説集などといった著作も数多くある。同じ浅草の喜劇人木戸新子と木戸慎太郎は同郷、同窓で函館商業学校の七つ後輩にあたる。また夫人は同じ東京吉本所属の女優で戦前の吉本賞の舞台で人気を博したミスカ月。ありがとうございます。